皆さん久しぶりですね、一発マリオ。今日はですね、久しぶりに一発マリオやっていきたいと思います。今回のもね、見るからに簡単そうなんですよ。クリア率 1.2% でスーパーマリオのままゴールって書いてるね。え？いや、ちょっと待って、どうやっていくのこれ。こうやっていって、無理じゃないこれ。どういうことだろう。多分これ一番右に行って勢いをつけて、じゃよし。それじゃあ今日はですね、 1% 以下限定コースをやっていきたいと思います。そして最初はこのコース、フェニックス、フェニックスじゃないね、フォンエニ、なんて呼ぶんだろうあれ、ちょっとわかんないけど、なんとかニックスインフレイムス。クリア率は 0.95 だったっけ、 0.97 ごめん全然見てないで、早速このコース遊んでいきましょう。うわ、なるほど、よし、いや、わかった、わかりましたよ。強制スクロールタイプのコースね。強制スクロールは早いけど、これはそんなに難しくないんじゃないかな。どんどんね、乗り継いでいくのが得意な方はそんなに難しくないかもしれない。僕はですね、亀の甲羅とかで、あの壁を使ってジャンプ、亀の甲羅を壁にぶつけて二段ジャンプみたいなのするの、あれが苦手なんですよね。こういう感じのどんどんね乗り継いでいくやつは意外と得意なんですよ。あそこでキラーが出てくるのかいや、さすがにわかんないね。どうしてもね、 1% 以下は初見殺し感があるステージ、まあほとんどだからね。まあやり続ければいけるでしょう。こういうコースってどんどんね、何回もやってれば体が勝手に覚えてくるんですよ。たまにね、うまいですとか言ってくれてる方いるんですけど、もう大体ね、やってれば誰でもできるようになるんですよ。いや、これマジ、いや、これマジだから、だからみんなもやってればクリアできるはずだから頑張ってみてください。ちなみにですね、僕プロコン使ってるんですけど、十字キーしか使えないんですよ。僕あのスティックタイプの方はあるじゃないですか、あっちの方はねちょっと使い切らないんですよね。あっちでする人がほとんどだと思うんですけど、ちょっとすごくないその僕どうしても十字キーじゃないとねゲームできないんですよ。ゲームできないって言ったら大げさかもしれないけど、どうしてもね、あのスリー、よしで、これはこれこう、オッケー、来た、危ない危ないクリアできました。それじゃあ2つ目はこのコースいきますか。ちょっとなんて呼ぶかわかんないけど、クリア率が 0.95% です。デラぐらいしかデラぐらいしかわかんない。よし、それじゃあやっていきますか。これはこんな感じか、亀を踏んでオンオフする。それじゃあまずノコノコを踏んでってオンオフ、ここパックか、オッケー、ボムヘッ連れていくパターンかな。ここはこういう感じね。そしてこれバネ、バネ捨ててよかった、バネ捨ててよかったのかな。いや、ダメだこれ、バネ捨てたらダメじゃんここのバネを持ってってことかな、こうか、よしで渡って、多分バネを上に投げたらいいと思う。よし、オッケー。そしてここはバネを投げてのこうか、いいね、中間ポイント。まあ、そんなにこれも難しくないような気がするけど、で渡っていく、渡っていく、渡っていくこれ回転ジャンプじゃないとダメか。いや、中間ポイントつけてくれてるのありがたいね。よし、で次渡るの、これは、うおー、ちょびっくりびっくりーマンシール。よし、ここ青ドクロで、なるほど、まあもう分かったからね、もう分かったからもういけますよ。よし、めっちゃ飛ぶんだねあれめっちゃ飛ぶんだね。ここで中間ポイント欲しかったな。さて今度はどうするんだろう、こんな感じか。あ、ここは左から蹴るみたいな、よし。そしてここで、あ、回転ジャンプしなきゃいけなかったのか、回転ジャンプの、オッケー。そしてこれは当たれる、中間ポイント、よし、2個目だね。これは回転ジャンプかな、あ、どんどん渡っていくみたいな、
オンオフでしょ。でこれもキラー乗っていく。そしてこれ乗ってって、スネークブロック乗ってって、よし、オッケー。そして今度はどうなんだろう、わかんないな、出すまでわかんないね。よし、こんな感じでいいのかな。うわ、これボム持っていかなきゃいけないっぽいね。絶対そうだ、左上にあるあのオンオフ変えるんだね。ここボムを持ってって、ここで上に投げて、こうか。よし、いけたいけた。あれ、なるほど、あのパンを持って速攻投げるって感じかな。こんな感じか。よし、いや、新しい新しい新しいもうゴリ押しでいけたね。さあここはゆっくりゴールしましょう。それじゃあどうもありがとうございました。次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。